で、後方コーナー特進、後方赤コーナー、ドレギ、ベスト8から会場に向かってシャウト一言いただきましょう。まずは先行の特進、会場に向かって一言どうぞ。レベゼン鹿児島、田舎もがありました。よろしくお願いします。いや、俺も田舎も土浦、阿見町、レベゼン、ヤングブラッド、アルファレコード、マジ全国で一番取る気持ちでいるから、みんなに絶対負けねえ気持ちでいるぜ。一番熱い男だって証明してやるぜ。で、最後はシンペーターさんと勝負して勝つ。どこで勝負すればいいの？勝った後にフリースタイルでビート流してもらって、それで勝負するの？じゃあ優勝してもらわないといけないですね。なんだよそれ、どういう手が今いいですね。全国青コーナー特進、高校赤コーナー、どれいい。ここからの DJ は DJ モーネ。まずはビート聞かせてください。それではいきましょう。先行青コーナー特進、高校赤コーナー、どれいい。8小節2本です。 DJ モーネ、レディー、ワイ。おい、ツリーと俺も勝ったらシンペーターと勝負してじゃん。だから優勝狙うしかねえな。ここでまたできた背中に背負うもんが、yeah、俺はまたいろんなもんを持ってきた。ここまで何にもなかった時から今ここに熱い魂ぶつけに来たぜ。 What's that? いろんなもん背負ってきたっつってっけどや、俺は一度茨城背負ってんだよ。こいつはまだ重さが分かってねえ。その後の苦しみとか分かんねえだろ。お前本当に茨城代表やる気あんのか。全国出て一番取れる気でいんのか。俺は優勝しか狙ってねえぜ。狙うは一方一 UMP 優勝。全国取る気で来てるから俺はここに立ってるって分かってる。それが分からなきゃ声がでかいだけで終わりだぜ。そんなもんじゃ無理。俺は千葉、栃木、茨城も背負ってんだ。今分かってんかな。おい、お前ちゃんとスキル疑おうよ。大事なのは自分の姿、行動。おい、千葉県民に茨城乗っ取られてたまるか。俺が一番かますんだ。みんな見てるか、ここは AMC じゃない UMP。 俺は腐り優勝してるぜ。プロプスも全然ある。お前なんかに負ける気がしねえんだ。ここで優勝して新兵騙してぶっ倒せ。これで俺優勝は決まりだ。終了。それでは判定いきたいと思います。先攻青コーナー特進、後攻赤コーナードレギュ。まずはドレギュ、バイシンレディージャッジ。青、延長。それではいきましょう。先攻青コーナードレギュ、後攻赤コーナー特進、延長戦8小節2本です。 DJ カートマン、レディーファイト。いやあ、ここまで本当はさ、みっともねえ姿ばっかり見せてきたんだ。だけど DJ カートマンのビートに乗れることが幸せだ。俺はここで優勝して掴み取る栄光。ヤングブラッド、アルファレコード、俺たちがゼペレンスしてくぜ、日本レッド。こいつなんかヘボいぞ。俺に勝てる自信あんのか、てめえはよ。自信あるまくり、ここでやってる。また俺は言葉を吐き出してく。ごめんな、茨城のこと語ってても何もわかんねえ。田舎もですけど、マイクを握るためにここ来た。ソウルとソウルのぶつかり合いだろ。それが聞きたきゃ声出しな。もっと盛り上がればいい勝負見れんぜ。おいおい、茨城のことを語るのは当たり前だろ。ここ茨城予選だぞ、 UMB。1箇所、2箇所しかやってねえけど分からねえ。そんなの関係ねえ。俺は優勝つかみ取るだけにここに来たぜ。日本一目指して俺は男になるぜ。こんなやつええも俺の相手にならねえ。だから速攻そこどけ。イエー、優勝ばっかりで足元見えてない。つまり東大元暮らし。こいつ俺の言葉で踊るらしい。終わり、それで何もできない。イエー、俺も黙ってるんだ。フラストレーションをプラスに変えようとして、今ここに来た。マイク掴む意味あるんだ。背負った仲間の分をかますだけ。終了。それでは判定お願いします。先攻青コーナー、どれぎる。後攻赤コーナー、特進。まずは赤、特進、陪審レディージャッジ。赤、勝者、特進。
ー